い、小川慎弘です。今回の動画は目の下のたるみを取る方法が超意外な方法だったということで、こちらね、今左手の方にですね、一つ書籍を持っているんですけども、はい、この度ですね、小川慎弘がですね、初書籍を出版することになりました。5月23日に発売になりまして、以前に Amazon の方で先行予約もあって、もう数多くの、ね、方にたくさんご購入いただいているということでありがとうございます。内容はですね、これまでに今までやってきた YouTube のセルフケアの企画ですね、この動画のガチネタをグッと凝縮していいとこ取りしたものを詰めたのが今回のこの書籍になってますので、その内容を今回今本を使ってやっていこうかなと思ってます。で、まずですね、この本のタイトルあるように、この顎こりほぐし、なんで顎こりほぐしかって言ったら、お顔のねコンプレックスとなってるところって、表面的なこう筋肉とかお肌とか脂肪的なところを皆さんこういろいろねアプローチする方も多いんですけども、それってね瞬間的に良くなるんですけども、実はそれ根本的な改善になってないんですよね。普段皆さんこう顎を使ってご飯食べたりとかおしくじしますよね。顔の中で唯一この関節を使うことによって、しかも左右均等に使わないから、歪ませて使うことがお顔のトラブルになってくるんですね。ですので、その筋肉でも使いすぎて緊張したりとか、使わなかったら細ってねシワとかたるみになってくるんですけども、その下に骨がありますから、その骨を根本的に治さないと根本改善になりませんよということで、この顎こりほぐしをして、根本的な原因である顎の歪みを治せば、顔の歪みは急激に解決の方向に向かっていくんですね。そういった素晴らしい内容が全部詰め込んだ本なので、今回この本を使って小顔の授業的なものを一緒にやっていこうかなと思ってます。ですので、まあ、今ねお手元にある方はぜひそれを見てもらいながら、今ない方はですね説明で理解できるようにはねお話していくので、ご安心ください。はい、ということで今回ですね、最初の冒頭でタイトル言った通り、目の下のたるみですね、そういったところを取っていく。で、各ね顔の悩みを項目ごとに載せてるわけですけども、目のシワ、たるみの部分ですね、ここを今からやっていきます。目のたるみ、シワとなっている原因はですね、この目の周りの眼輪筋っていう筋肉ですね、目の周りにある眼輪筋、ここの筋肉が凝り固まってくることによって縮んでたるんだり、あとシワ抜きになってきますので、それを今から改善していきます。はい、そしたらですね、これ片方ずつやっていくので、ちょっと今の状態をね鏡で見といてください。まず右側からいきますね。右やるときは右手をねこう人差し指と親指でこのアルファベットの C の字を作ります。で、これを目のところに当てて、目薬を刺すときに上と下でグッと目を見開きますよね。そんな状態で固定します。で、固定した状態で左右に眼輪筋を揺らしていくんですね。これをまず30秒行います。目に当ててグーッと見開いていきます。よーい、スタート。こんな感じで左右に揺らしていきます。あんまりね、ゴシゴシ大きく揺らさずに、もう少しでね、軽く動かすだけでも十分ね、眼輪筋動いてくれますから、ポイントはしっかり見開いたことですね。手が疲れてきて、これがね、またぐーっと戻ってきちゃダメなんで、しっかりと目を見開いた状態をキープしながら、左右に揺らしていきます。もう普通にね、目の疲れなんかも取るし、目の周りすっごい軽くなります、これは。はい、終了。これで30秒ですね。さあ、これで右と左で比べてもらうと、右の方が目の周りすごいスッキリしましたね。はい、じゃあ同じく今度左側いきますね。で、また同じく人差し指、親指で目を見開いて固定。で、このまま左右に30秒揺らしていきます。で、用意スタート。毎日ね、こう、スマホ見たりとか、パソコン見たりとか、テレビもそうですし、普段目を使ってるので、必ず目は疲れます。で、特にこうパソコンとかスマホを見る時間が多い方っていうのは、これ気づかないと思うんですけども、瞬きの回数がかなり減っちゃうんですね。瞬きしないってことは筋肉動かさないんで、血流悪くなって目の下クマできたりとか、重くなってたるみとかシワの原因になってきます。で、その定期的にこうやってねしっかり緩めていくことが大事です。はい、終了。さあ、これで今両方ともね目すっきりしましたよね。目見開きやすくなって、こう視界もちょっと明るくなった感じがあります。はい、そして今度2つ目、今度は目の上にあるね、おでこの筋肉、前頭筋っていう筋肉、4本指のこの指の腹をですね、眉毛の上ぐらいに当てて軽く密着します。あんまりグッと押さえるとね、指の肩ついちゃうので、軽く押さえて上下に少し皮膚が動く程度に揺らしていきます。まあ、上下ですけども、上に上に上げていく感じですね。最終的に場所をちょっとずつずらしながら、この生え際の方に入っていって、もうこの髪の毛を、ね、かき分けるように、こうかき上げるように上の方に筋肉引き上げていきます。そうすることで、今ね目の周り軽くなったものがさらに目の上が軽くなって、
これで目の周りのたるみとかシワが取れていきます。はい、じゃあまず指4本を軽く当てます。これも30秒ですね。いきます、よーいスタート。軽く上下に上に上に上げていく感じですね。で、皮膚ってね、こう遊びがありますから、最初にも動きやすくなったら場所をちょっと変えて、少し指1本分ずらして、また上に上に上げていきます。で、またずらして上に上に上げていきます。でも、肺ゲアの方にも入っていってください。どんどん入っていきましょう。頭皮の方がね、若干硬いかと思うんですよ。で、この辺なんかもしっかり動かした方が目全体的に引き上がって、いい状態がキープしやすくなるので。はい、終了。さあ、さらに右側軽くなりましたね。じゃあ同じく左側も4本指を軽く当てて、そんな強くないんですよ。軽く当てて上下に出していきます。よーいスタート。もう上には上にね、上げていくようなイメージでやっていきます。どんどん場所もね、ずらしていきましょう。で、肺ゲアに入ると頭皮の方がだいぶ硬いと思うので、頭皮なんかはしっかりと、で、髪の毛で滑るんだったらしっかりと押さえてずれないようにしてくださいね。当ててるとこが滑ってずれちゃ意味ないので、しっかりと当てた状態で頭皮を動かします。はい、これで30秒経ちましたね。さあ、見てください。目の周りすごく明るくなって、目の周りすっきりしましたね。これが目のシワたるみを取っていく方法です。しっかりとね、ここに内容も書いてますし、自分で言うのもなんですけど、すごく分かりやすくね、作り上げができた本だなと思います。そして何よりここにね、 QR コードを貼ってるんですね。 QR 取ってもらうと、僕が動画でね、またそれを説明するのも入ってますので、結構分かりやすいです今日は目の周り、今日はどこどこみたいな感じで、気になるとこを全てやってもらうことでね、お顔に関する悩みは全て解決できるようになってますので、まだね、お手元ない方はぜひね、購入していただくと、お顔のセルフケアにすごく役立ちますので、お買い求めください。今回はね、この顎ほぐれほぐしの方をですね、ほんの1ページ2ページ分をですね、やっていったんですけども、まだまだね、本当にいろんな悩みが詰まってます。ですので、今後もですね、顎ほぐれほぐし授業をですね、今後の動画でもご紹介していきますので、次回も楽しみにしておいてください。ではね、今回の動画を見ていいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川氏でした。